こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケットを始めていきましょう。月のけっぺんっていうのがもらえるみたいですね。東海トリックですね。待機シャトルガチャっていうのをやってますね。どうやらこれはバランスオブゲーム、残念です。ちょっと時間かかってますね。風石をゲットです。さて、今5月の5週です。宝塚記念に、今回出ようと思っております。やりました、ありがとうございます。メダル交換してくれるんですね。人参か。嬉しそうですね。クエストを達成しました。イベント開催中です。大根。嬉しそうですね。おっと。イベント開催中です。パートナー状況ですね。期待できそうですね。さあ、会話をあげないといけない。さあ、宝塚記念に投入。アーネストリー、ベネアビスタ、ルーラーシップですか。他ドリームジャーニーとか、エーシンフラッシュもいますね。ビナさんに任せましょう。何かご用でしょうか。おっと、馬体重が増えない。馬体重が足りないだと。事前に見ておくとよかったですね。1.2倍、ダントツの一番人気です。あ、もうグリグリですね。丸が2つ、ブエナビスタについてます。
下に衛進フラッシュとドリームジャーニーに丸が一つずつついております。相手探しとか言われてますよね。さあ今回客室追い込みで行ってますが、ビートブラックも逃げ位置なんですよね。そこで副賞をビートブラックに50枚。これですね、人気は全然ないって言ってますし、副賞もあの安くても15倍以上つきますからね。さあ行ってみましょう。マイル王決定戦のガチャもやってるみたいですね。片尾投稿ライスは6枠8番ですね。ピンヤって誰だろう、当選冗談の。さあ G1 宝塚記念発送です。さあ各馬を迎える緑の夢のステージです。春の総決算宝塚記念、いよいよスタートです。スタート、うーんとスタートはまあそこれなりのスタートか。私の今年の夢は昨年と同じアーネストリーです。さあ追い込みなんだが下がっていきますね、順当に。結構ペース早いかも。最高峰つけましたよね。外でいつも持ち出せる体勢にいます。信玄ローズキングダムがその後ろ、内から一頭ブエナビスタ、直線もそれなりにあるんで追い込み決めてくれると思いますが、さあ前の方はどうなっているのか。4馬身くらいの差をつけてビートブラックが先頭です。この辺りちょっと離れている同線両団、そしてその後ろから6番エイシンフラッシュ、3番アートビートソング、ほとんど馬体が合っています。そして5番手に1番アーネストリーであります。ちょっと離されましてナノニオーヨー、その後ろ3馬身くらいあって11番ドリームジャーニー、それから5番ルーラーシップ。さあ残り700、内を通ってローズキングダム、その外にカタノタルコライス、しんがりから2番ブエナビスタであります。ブエナビスタは下がっていくぞ逆に。さあこれがどうなるか、残り400、切った。これはいい伸びしてる。アーネストリーがいいですね。さあブエナビスタも後方からすごい足で追い込んできたぞ。大激戦だ。勝ちました。お見事な競争でした。当然の結果ですね。パワーがある、坂のある阪神コースはかなり得意ですってなってますね。以上のように確定しました。来ました。やりましたね。さあショートケーキなどをもらうことができました。気合十分ですね。いい感じですね。何かご用でしょうか。さあ残り45周です。イベント開催中、これ次狙ってみたいですよね。SSR ガチャチケットを5枚で1回引けるってなってますが、今3枚ありますね。好きな競馬場ガチャを5回で1回引けるってなってます。イベント開催中です。
まあ、どちらにせよ、次はもう一度 WBC に挑戦して勝っておきたいと思います。はい、お見事宝塚記念を、取ることができました。宝塚記念は2連覇ですね。連覇見事達成ということで、次は WBC ターフですかね。こちらに、チャレンジしてみたいと思います。はい、というわけで今16戦11勝、獲得賞金も6000万円を突破いたしました。さあ次回も WBC、 今度こそ2着2着2着来ていますからね、4度目の正直行ってみたいなとは思います。はい、ぜひぜひ、チャンネル登録高評価で応援してください。またですね、この動画の最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたらそちらを見ていただければ嬉しく思います。ブログ、ツイッターもやっております。説明欄にアドレス記載しますので、よろしければ見てください。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。